できない、てか集中できないからむしろ配信してるみたいなとこあるけど、もうなんかもう気が散りすぎて全然集中できないやばい、本当に勉強できない。なんか集中ってどうやってやったっけって忘れるくらい集中してないです。まあだからなんか私の気分転換にお付き合いくださいっていう感じですかね。こんばんは。今日前髪いい感じじゃね。じゃあ私思うんだけど、こっちの前髪多くねって思います。ここの部分だけ多いんだよね。うわすごい、なんかすごい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 発泡してきてる、ありがとうございますラキさんありがとうございます、発泡ありがとうございます。そう全然集中できないからちょっと喋ってなんか発散させようかなみたいな。今日もまた動画送ってしまった。ありがとう。後で見ときますね。はあ。今日は金曜日。もしかして金曜日、花金？花金でもないか。でも皆さんは今日は休めるのかな、ゆっくり。わかんないけど。夢見る、あそう見た、めっちゃ良かった。もうめっちゃなんかたださ、あの夢見るのあのあれすごい良かったなって思った。あなんだっけ、あの動画ファイナル、ツアーファイナルの動画すごい、めっちゃ感動したと思ったんですけど、なんか自分がさ出てくるたびにさ変顔しかしてなくてさ、カメラ向けられたら変顔しなきゃいけない芸人みたいになってたそう、あ、直樹さん、ハテックありがとうございます。ラブ。本当にああいうの見てるとなんか恋しくなる。コンサート恋しくなるし、エイトのメンバーみんな恋しくなる。ね、あれ絶対ミッサーだよね。編集。そうそう、フェイスシールド越しとかさ、マジなんかさ、ずっと変な顔しててさ、急にスッて真顔になってさ、向こうの話聞かなきゃみたいな顔するからさ。なんか、私だなって思いました私成分たっぷりだなって思って見てましたから冷えるらしいですね。服装が難しい。平常運転だったね。なんかザ私って感じでした。こういう顔してた。でもあの時画面の調子悪くなかったから、なんか見れましたね。もっとブサイクかと思ったけど意外と。あ、カレンちゃんのショートカットマジ可愛い。マジ直接見たいなって思った。さあ、愛して。こっちの前髪多いんだよな。卒業公演までに前髪を切るか悩んで、もうちょっとなんかパッツン風味にしていくか、このまま行くか悩んでるんですけど。でもなんか試験があるんですけど、それまでにさ頑張ってさ終わらす、あれ何言うとしたか忘れちゃった。試験が終わる、あそう試験がお昼だから、それまでに昼夜逆転をギリギリ直したいなと思ってるんですけど、どうだろうなって感じですよね。はあ、お腹がブルブル言ってる。12月の福岡のイベント行けたらカレンちゃん見てくる。おおいいな。なんかそういうの聞くと悲しくなっちゃうな。それはそれでイベント全然できなかったから
本当に最後の1年なんか心残りしかないって感じはあるよね。ねえ。コロナがね、本当に。こんばんは。何もしないのに、今日何もしないのに疲れたという言葉が。肩こりかな。でもなんかもう最近すごい眠いんですけど、眠気に抗うのやめました。もうなんか、でも眠気に抗って頑張って勉強しても意味ないだろうと思って、黙って寝るようにしてます。お昼寝万歳。お昼寝で幸せだよね。ちょっと私大学生の間にお昼寝の幸せをかみしめておきたいなって思う。これ置いとこ。ちょっと肩たたき、肩たたいてほしい。肩たたき、温かい肩たたき、あ全然言えない。温かい肩たたき、温かい肩たたき、カタタ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 タカタタタキキカタタタキキ。意外と横髪の方が見やすいかも。仕事、社会人でもお昼休みお昼寝しています。私やるかもしれない。社会人になってもお昼寝、お弁当の時間とか黙って寝てそう。私もよくあれ寝てた。高校時代マジで休み時間10分があったら、ね、すぐ寝てたから。ちゃん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 。授業中も寝てたけどね。俺ルールになったら仕事中にトイレに逃げて便座に寝転がって寝ることになる。それはやばい。いやでもね、お昼寝って意外と大事だよね。お腹の膜が張ったら寝ちゃうよね。まぶたが落ちる。授業中知らないうちに記憶がフェードアウト。いやマジでめっちゃあった。マジでフェードアウトしてた。カンって、あれ今私寝てましたみたいな。でも一番気持ちいい寝方の気がする、それ。社会の授業中、いや私も社会、数学わからなすぎてよく寝てたな。国語も寝てた。あ待って、言い出したら全部寝てるかも。やめとこう。マジで言い出したら本当に全部出ちゃうから。幼稚は修復の時だよね。実習中にレンガの上で寝た。やば。簿記の時間、ああ簿記とかはなかったな。自然にね落ちるの一番いいよね。なんかだから私あんまり夜早めに寝るっていうの好きじゃないんですよね。無理やりお布団に入って無理やり寝なきゃいけないっていう作業って割と苦痛なんですよね、私的に。まぶたが閉じてくか、なんだよね。なんか無理やりさ、今日寝なきゃ寝なきゃ寝なきゃってしてるこの時間、すごいなんか無駄だし苦痛に感じちゃう。なんか
寝なきゃ寝なきゃって思いながら寝る時間は本当になんか、じゃあその寝ようと思ってる時間で携帯見れるし好きなものできるし漫画も読めるしとか思うとなんかね、無理やり寝る辛さって結構もったいない感じしますよね。あー眠たい寝る、わかる、あのもうあーもう寝たい寝たいが一番幸せですよね。私今日やりました、お昼寝タイム。最高だよね。ノートに新しい感じ、わかる、めちゃめちゃ字汚いから余計にやばい。次の日早起きだと無理、わかる、あるよね、無理して寝ないきゃいけないっていう時もあるよね。大変なんだよなあの時って。結局なんか3時間くらいの睡眠で行ったりする時ありますよね。なかなかの調子悪い。握手会の前日とかよくしてたけどこの頃ない。握手会の時とかね、確かに。なんかチームエイトあるあるかもしれないけど、夜盛り上がりすぎて自分のホテルの部屋に戻るタイミングを失うっていうタイミング時割とあるよね。メンバー内のあるある、そう引き際がね、私そろそろ部屋戻るねっていうのもちょっとタイミング悪いなとか思う。そうで結局なんか寂しがりのメンバーは戻らないでその部屋で寝落ちっていうのがよくあるけど、私はねあんまりあれなんですよね、人の部屋で寝ることあんま好きじゃなくて。AKB 辞めたら家庭教師のバイトどう？いやーもう卒業まで時間がなさすぎて雇ってくれない気がしますけどね。そう。私はね部屋にね帰りたい、どうしても部屋に帰りたいタイプでしたね意外と人の部屋では寝たくないなーって感じ。少し潔癖さ、潔癖というかなんか寝る前は一人の時間欲しいみたいなとこあるんだよね。なんかずっとメンバーと一緒にいると疲れちゃうというか、なんか寝る前にはなんか一人で布団に入って携帯ダラダラ見る時間が欲しい。なんかオタクなんでね、やっぱその日のねなんかいろんな更新された情報とか見なきゃいけないからそうなのよ。
らのマブ、わかるでしょ。なんかそうアニメに関する情報とかこうやらなきゃ、集めなきゃみたいな、見なきゃ、集めなきゃっていうか、その一日の終わりの楽しみにしてるから、その時間奪われると結構辛いんだよね。そうだから基本的には一度一人で部屋に帰ってゆっくりしてって感じにしたい。なんか一日の満足感が違うよね、終わる前におたかつというか、そういう、いや私おたかつっていう言葉あんまり好きじゃないっていうかなんかこれはアイドルの話、あーどうなんだろうな、なんか推しを強要する文化あんまり好きじゃないんですよね。いやこれちょっとよくない、今別にいいでしょ。なんかアニメとか特にアニメなんですけど、アイドルだとまあこの一人の子が推しとかいうのはあるかもしれないんですけど、アニメで推しって誰みたいな、えアニメで推しみたいな、アニメってだってストーリーが好きで見てないのみたいな、だって生きてないよキャラクターみたいな、うんこと思っちゃうんだよね。なんかそのだから最近のえ推しいないのみたいな文化すごい嫌いなんですよね。嫌いって言い切っちゃったらなんか問題になりそうだけど(笑)そうキャラが好きで見るっておかしい、そうじゃない、なんかうんで「ハンターハンターが好きです」って言ったら「え推し誰?」みたいな「いやいやハンターハンターはハンターハンターの話でしょ」みたいな「え好きなキャラか」なんか好きなキャラから話を広げようとするのやめてほしいし、で私別にキャラのなんか誕生日とか別に覚えないし、キャラの必殺技の名前とかいちいち頑張って覚えないし、鬼滅のさあれみたいにさ、え炭治郎の一の方はみたいな、リュリュマイだよ、いろいろ知らないけどね、わかんないけど、そういうなんかそういうなんとかだよみたいな、なんかそういう話されてもなんか別に負けてないのに、なんかそこで好き度を測られても別にこっちが思い負けてるみたいな、マウント取られるのすごいうざいなって思っちゃう。このキャラのこのシーンのこのセリフが、あーそれはいいよね、みなもぎりかわかんないけど、なんかはみたいな、別にそこでの愛は測る必要があるんですかみたいなことは思っちゃう、必要なくないみたいな、とかなんかそう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 詳しくなくてもそう、なんか何のアニメが好きって聞かれて、あ私なんとかかんとかが好きだよっていう話になって、あそうなんだ、あれ面白い、知ってるんだったらあれ面白いよね、私ああいうとこ好きなんだけどっていうところからさ、自分の好きなとことか語ればいいじゃん。なんでまずさ人の好きな、まあ、会話としては正解なのかもしれないけど、なんかそういうのすごい嫌なんですよね。ハンターハンター何編が好き、ハンターハンター何編かな、難しい、ウェイトエラーの辺も好きだし結構いっぱい好きですね。詳しくなかったらオタクじゃないって人結構いるよね。いや別にいいじゃん、好きなだけだしみたいな、流行りに乗って好きっていう人苦手なんです。あーまあその流行りの乗り方によるけどね、私も結構話題になったアニメの方を見るタイプではあるから、完全に話し合う人見つけた、どういうこと、なんかでもそういうあれですよね、なんか難しい、人の好きなものはそうなんだねってこう楽しくね言えばいいのにね。何あの推しのさ、推しには貢がなきゃみたいな文化すごい嫌いですね。だって別にさアニメのさあの缶バッジとかいる、なんかテンションであのさガチャガチャとかであったらあ買っちゃうとかはあるけど、わざわざ何十枚も買うような、なんかいるみたいな、どこに使うんすかみたいなそう、うん、なんか絶対いらんやろみたいな、なんか T シャツとかだと欲しくなる、普段使いできるしちょっとありだなって思うし、タオルとかそういうの実用品があるのはいいんだけど、なんか大量のクリアファイルとかさ、クリアファイル、まあクリアファイルあっても困んないかもしんないけど、なんかそれ必要ですかみたいなものまで全部なんかね買ってる人は
フィギュアはな、まあ、ちょっとテンション上がるじゃん。こんな感じでさ、置いてるから。まあ、何が嫌かというと、まあ、なんか私は財力があって頑張って人にそのキャラに貢いでるから、私はあなたよりそのキャラのことが好きですみたいなアピールしてくる人が嫌いってこと。伝わったかな。正論はやめて。いや、なんか買いたくなる気持ちはわかるけど、なんか謎にさ、こっちがさ、なんか負けた気分になるよね。そう、お金が全てじゃないじゃん。てか別にこっちが好きなんだから、別に何もマウント取られる必要はないのに、なんか気づいたらマウント取られてるみたいな、嫌だよね。そんな話してないんすけどみたいな。 あ、全然読んでなかった。なおきさん、のかさん、ゆでたまこさん、星ありがとうございます。おつぶちゃんさん、バラありがとうございます。大事なのは愛だ。まあそういうことかな。でもなんか本当にそのアニメキャラの、ね、あの時のあのセリフのあれなんて言ったか覚えてるみたいなのとか、覚えてないよっていう時にちょっと悲しくなるよね。全然これわかんない。ああ、これこんなにわかんないことあるっていうぐらいわかんない。やっと一つになったのはまたいつかバラバラになるよ。満足することはない。そうそう、あのシーン好きぐらい止めてくれればいいよねっていう話。よいしょよいしょよいしょ。なんか部屋暗すぎて、このライトが逆に明るいのか、この部屋が暗すぎるのか分かんないけど、多分両方なんだけど、なんか変なんだよね。こっちが闇の世界、こっからこっち闇の世界みたいになっちゃってる。部屋暗いの本当にやめてほしい。君たちを誇りに思う。あれなんだっけ、その漫画。あれかな、あれかな。こんばんは。いや、ライトがね、すぐ落ちるんだよね。上の電気ついてないって言っても信じるくらいに暗い。そうでしょ、マジで暗いのよ。いや、このライトが明るすぎるもあるんだけど、でもこうしたらまあ意外と電気も上の電気も頑張ってんなっていうことを認めてあげなくもないよね。これくらいにしとく。一番弱い。でちょっと暗いよね。認めよう。ねえ、リングライターがすごい頑張ってくれてんの。君がいないと配信は成立しないぜって感じ。みんな電気意外と明るい。え、明るいよね。なんかこいつが頑張りすぎてる説ある。ワンちゃん。今日は
はスクラップ&ビルドがちょっと頭から離れません。ライトの位置はもう動かせない、ここ以外に置き場がないから。なんか来週から卒論の統計みたいなのが始まるんですよ。もう私統計嫌いすぎてもう無理かもしれない。もう多分死んでると思う。そう、統計本当に無理、多分もう本当に無理だと思う、本当に無理だと思う、本当に無理。もう私数学が嫌いでここまで生きてきた、数学を避けて生きてきたのに、またここで数字に向き合わなきゃいけない。やっぱ大学の、じゃあ高校の担任の先生の言うことは聞いておくべきだったなって思いますよね。間違えた、無理なのよ、本当に無理なの。なんか高校の先生に言われたんだよね、心理学、心理系行きたいって言ったら、え、心理学って算数とか数学あるけど大丈夫って聞かれて、私あ大丈夫ですとか言ったけど大丈夫じゃなかったですって感じですよね。本当に文系の中でも理系って感じだよね。なんか先生に言われた、海外だと心理学はあの何でしたっけ、心理学は理系の教科だけど大丈夫って聞かれたもん。全然大丈夫ですみたいな感じで言ったけど全然大丈夫じゃなかった。え、本当に3ばっかりなんだけど、正規分布使うのかな、文系だけど数200点、もうそういうマウント大丈夫でーすもう数学は私勉強することすらしてなかったから、諦めすぎてもう絶対無理だと思って、法学部、いやでも法学部も結局しんどいって言ってるからまあマシなのかな。うん、同じ答え続いて疑うやつ今来てます。お前本当かよって今思ってます。せっかく完成したんだ、僕の脳みそは高校でなくなりになりました。脳みそ、私もでも高校でなくなってるかも。まあいっか、自分の気持ちを信じてみよう。同じ答えが続いても、本当に絶対嘘なんだけど、こんなに3つこと3、4、5つ、6つぐらい続いてる、絶対嘘、絶対どっか間違えてる。あーでもあそこは間違えてる自信があるな。6つはさすがに怪しいよね。いや多分1個は違うけど、まあいっか、はあやだな。
マジ部屋の掃除しなきゃいけないんですけど、めんどくさすぎて全然やってません。マークシートだから同じやつ着たら不安になる。いや、マークシート系は本当に不安になるよね。社会に出たらそんなに頭使うのか。どうですかね。使うかもしれない。使わないかもしれないけど。全然内容のないこと言ったね。本当に3しかやってないんだけど、まずは公園の周辺に今日さガサッて音がしたと思ったらさ、また新しく撮れてたんだよね。2019年4月20日しずく公園、しおりんの生誕祭ですね。難しい。こっちゃんいるし、なおちゃんいるし、山田ななみちゃんいるし、やば、私なんかめちゃブサイクだし。難しい。あんまり覚えてないけど、なぎちゃん超髪長い、かわいい。ななみちゃんがいるのがそもそも懐かしいね。山田ななみちゃんいるのバカ懐かしいわ。いやでもこっちゃんの方が先に卒業したのか。あれ誰が卒業一番に卒業したんだこの中だと。しおりんかな。卒業した順番が全然わかんない私も。いなくなりすぎて頭追いついてない。だよね。でもこっちゃんってさ、ななみちゃんの時いたくない？いたいたいたもん。だって5周年の時にひじりん、ひじりん、なんで急にひじりん、こっちゃんといくみんとか、こっちゃんとななみちゃんが2人で歌歌ってたよね。だからなんかでも一気に辞めた時期もあったんだけど、しおりんは早かったよね確か。それは合ってる気がする。5周年にはいたよね。だってね、そうそうそう、ああいうジャパン人。いえ、卒業した順とか覚えてないし、悲しくなるから覚えたくもない。まあまあ、でもそんなこと、まあ、卒業ってまあね、新しい道に進むというおめでたいことでもあるから。だってみんな卒業おめでとうって言われるでしょ。懐かしい。みんな元気かな。本当にしばらく会ってないけど。めっちゃ喋る。絶対日本人じゃん。だって英語で聞かれたから英語で答えなきゃと思って。
どうなんでしょうね。採点の時間が怖い、一番怖い。あん？ああ、3連続。3、4、3。後半間違いまくってるわ。こっさん、いくみん、ひじりん、しおりん。あ、え、ひじりん、いやー、そうなの、ななみちゃんって結構後だったんだ。みんな何で成功させるんだろう。まあそれはちょっと思うよね。なおちゃんが最後、なおちゃんは確かに最後だった気がする。卒業公演出させてもらったから。こっちゃん、いくみん、ひじりん、しおりん、ななみちゃん。そっか、そんな順番だったか。なおちゃんはでも結構は後だったから元素記号の覚え方はそれな。ななみ、みさき、あーそっか、すごいね、全然覚えてないもんだね。はあ。ひなのんが思ったより昔なんだよね、やめたの。コスさんの発表生で見た。おお。シュリはアイドルっぽい。そうだね。素敵だよね、あれは。キララちゃん覚えてるよ。キララちゃんでもなんかね、卒業公演とかできなかったの寂しいよ。え、できなかったよね。やってない気がする。急に卒業コメント、あ、そうだったっけ、劇場デビューしてなかった、だよね。キララちゃん幻のポケモンヒジリンが今度二十歳って言ってて、あ、確かにヒジリンまだ二十歳か。ヒジリン可愛いよね。私もヒジリン大好きです。マジで可愛い。お顔が好みすぎる。優しいし。そうなのよ、ひなのんがマジめっちゃ前なの。もう 2,3 年経つんじゃねぐらいのレベルですよね。だって、ね、2,3 年どころじゃないか、2年どころじゃないか。そう、
歌ったのが懐かしいですね。この涙を君に捧ぐ。あ、おつぶちゃさん、たぶんありがとうございます。秋田美人ね、ザ秋田美人って感じですよね。ひなのまだ JK ね、もうそれで若さを感じるよね。足痛めてたからいろいろ大変なことも分かったと思うけどね。ひなのがつながってるから知ってる。ひなのの卒業はこ、あ、本当懐かしいですね。本当にしんきで全然ついてきて、いやもうこれ思い出話なんで別に勉強しなくてもいいんですけど、ゆきまる芸能界やめちゃうと、やめちゃうともう向いてないことは誰より分かってたんでって感じですね。すごいなんか引き止めてというか、何ですか、もうちょっと芸能活動やりなよって言ってもらえることもあるんですけど、ありがたいですけどね。なんか、絶対食べていけないって思う。私は絶対食べていけない。でしょ、女優になってほしかった。いや絶対無理だよ、本人がそう言うなら何も言えない。だってねえ、 AKB、 いやこれすごい言い方によって波紋がとは思うけど、生き残れてる人ってね、何人いるって聞かれたらねって感じです。そんな中で、その中でも劣等生だった私が絶対できるわけがないって感じですね。そもそも一度ね、小学校の時のあの、まあ、軽い芸能活動みたいなので、そもそもまあできないっていうのは実感してるので、感じはありますね。厳しい世界なんです、わかんないけど。なんかもう試験前すぎてさ、勉強するとかある程度絞らないといけないなって思うんだけど、どうしていいかわかんないんですね。最近のライトのツアー円満してほしい。私もあの大分、大分じゃない、熊本ツアーのあれが、あれ、あの動画欲しい、マジで。あ、なんかすごい焦ってきた、やばいかもしれないテスト。個人的にバドしてるのは見たかった。バドね。
一度ねイベントできたことはすごい大きかったなぁとは思うけどね。やっぱこうちっちゃい端末で見るとダメですね、解きづらい。すごい黙ってた今。アンキパン食べてもお腹下しちゃいそう、私全部出ちゃいそう。こんなちっちゃい携帯で見るのはちょっときついですねって言い訳しとこ。っていう今日は本当に本当に雑談って感じの雑談でしたね、配信でしたね。ザ雑談って感じでしたけど、でもちょっとメール送らなきゃいけないのでぼちぼち終わろうかな。配信なんてこんなで、そうなの、明日明後日はちょっと配信できるか分かりませんが、まあ明日気が向いたらしようかなとは思ってます。本当にもう世に出るしない、もうしない、もう十分です、もうなんか満足しましたって感じです私的には。はい、でもなんか今日のやっぱ夢見るのあの8の動画皆さんぜひ見てください。あれ見たらすごいね、楽しかったなーって思い出が蘇ってちょっと悲しくなりました。すごい楽しかったなー、いろいろあったなーっていう気持ちが、あのコンサートの前の独特な感じも良かったなーって思って、すごいなんか切なくなりました。エイトっていいな、そうエイトっていいなって思うとともに悲しみって感じでしたね。ということで、はい、じゃあ春だけどゆきありがとうございます。徳島と私の魅力は皆さんの元に届けにゆきます。徳島県代表春元ゆきです。よしということでね、ランキングを読みたいと思います。13位ゆでたまごさんありがとうございます。12位ののかさんありがとうございます。11位まさゆきさんありがとうございます。10位なかみーさんありがとうございます。9位ばんごさんありがとうございます。8位 YKYK さんありがとうございます。7位まぼろしさんありがとうございます。6位まちゃさんありがとうございます。5位大坪ちゃんさんありがとうございます。4位ともくんありがとうございます。3位直樹さんありがとうございます。2位元気さんありがとうございます。そして1位はジョルさんです。ジョルさんありがとうございます。ということでね、まあ何ですかね、今日はザなんか雑談って感じの配信だったので、みんなゆるく見てくれたかなと思います。ありがとうございました。バイバーイ。